いくよ。はい。あ、これは？あ、あ、あ、ほらほら、あ、それ指じゃないですか？これ指だ。ああ、やっぱなんか位置が位置でわかりますね。黒いな。え、めっちゃ黒。モザです、今の。バカだね。それが69の言葉なんですけど。ある方が。シミケンね、はい、死ぬまで男優やるって言ってたけど、うん、僕は一生勃起し続けるために毎日トレーニングを積んでご飯も節制して勃起のことだけを考えてるんですって言ったその先輩がいいかしんけん男っていうのはなインポになってから自由が訪れるんだね。だからお前は一生亀に支配されている人生だって言われたんです。男って下手に勃起するから、はい、なんか人の目を気にしたりとか、うん、なんかやりたいなとか、うん、だから不倫騒動とか、うんうん、浮気騒動とか、はいはい、お酒酔ってなんかやっちゃいました、うん、問題になるんですよ、はい、なんだけど勃起しなければそんな考えも浮かばないから本当の自由が訪れるんだ。だから一生ね勃起し続けるって言ってるお前には一生自由がない、亀の奴隷だって言われる。なるほどと、うんうんうん、ああ思いましたね、うん、いや俺ね、はい、あこの人一歩になっちゃったから言い訳作ったんだなってちょっと見出しやすい。ああ、そうですね。やっぱ勃起してる人っていうのは気持ちも常に勃起してますし、うんうん、常に元気、性欲って感じはね、心が生きる欲って感じでしょ、はい、おお。性、心でしょ、はい、性欲の性、生きる、心が生きる欲だから、うん、やっぱ勃起してる人は強いなと思って僕は一生勃起し続けようと思いました。以上です。